はい、こんにちは。それではいいんです。行きましょい。ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。ちょっとね、別の動画のお尻につけようかと思ったんですけど、割とその動画長くなりそうだったんで、個別であげようかなと。で、ジュベルが結構回復したんですよね。ただ怖いんですよね。怖いんです。苦って話なんですけど、いやね、ビューネとかもう一回回したいんだけど、この後ね、ガンガン来ると思うんですよ。でも、ぶっちゃけ言うと、私、4魔貴族でビューネが一番好きです。それは間違いないです。まあ別に、アラケスとかね、ホルネウスとか、アウナスとかも嫌いじゃないです。むしろまあ好きですけども、それでやっぱりビューネチャレンジをもう3回だけ、まあつまり30回だけやりたいかなっていう気持ちもある。ただ、私もすでに、マドレーンか誰かのピースを3000円で交換しちゃったんだよね。それはちょっと最悪ミスったなと思うんだけど。まあ、ここで引き合いってことで。行こうか。お！頼むぞ。この一発で決めたらもう文句は何もない。ブラック。ブルー。ゃー！来たー！これ勝った！ありがとうございました！哀れな虫けらども。よっしゃい！しゃいしゃいしゃい！これは嬉しいね。お？さらにしかも？マドレーンも引いていく。神引きってやつか、これが俗に言う。神引きっすね。マドレーンも今絶賛育成中ですからね。ルージュ。ユーリアン、これでハリーでも引いちゃう？なんならヨファ、シエロ、オライオン。いや、引いてよかった。ディアーナと。いやー、ありがとうございました。ありがとうございます。もうこれで終わってもいいレベル。まあまあまあ。風切りね。超高速の油。いや、これ強いよね、これね。これだって、3下げて8で SS 技使えるんでしょ？で、アースライザーね。ちょっとこれは使いづらいけど、まあ、それでもっすよね。そう、ガードアップ効果。これがアースライザーの効果で硬くなってたんだね、敵対した時。で、幻影もついています。いいですね。アーサイウスとかと同じような感じの。で、知力上昇がついている。これね。あと、テンションアップ法があると。いやー、いいですね。メインパーティーで育成していきたいと思います。じゃあどうしようかな。あとはね、細かいのいろいろ聞こうと思ったんだけど。行きましょう。掃除。ヒラーガ、赤州祭、ビクトール、ジャミル、赤州祭、テレーズ、ロビン、シエロ、ゾウさん。オライオン、来たー！これは、ゲンさんか。わかりづらいよね。あれだと、ゲンさんいるんだよね。レッドの前に。おっと、竜と、いいですね。今回、前回確か全然何もしてなかったんで、SSR。ティティス、クローディアさんだね。ビクトール、アルベルト、ディアナ、お姉ちゃん、キーリン、レイヒモ。ビクトール、レオニードからの、アニーちゃん？兄ちゃんじゃない、ジニーちゃん。間違った。からのタチやな。ああ、いいですね。よく聞ける。シェフリンと。バールマンテイ。ルージュ。ミューズ様のアガタのレッドと。ああ、いたね。ロビンガール。ゾウさん。テレーズ、ゲラハ、フィティスと。ツイーリン、メイレン、ミネルバ、シエロ、ロビン。セフィラス。シャールカーン、ライーザ、アーザミー、レイ姫。ここまでかな。いや、でも結構ひどかったですね。この間が本当ひどかったからね。でも私まだ持ってないとこ結構あるんだよね、多分。このグレーとか持ってなくない？で、このディスターブ未だに持ってないからね、左上のやつ。未だに持ってません。無料分にします。あ、このゲート私持ってるっけ？持ってるよな、持ってるよな。あ、久しぶりすぎて忘れてた。で、ハーマン、ホーク、ボルカのホーク、クーン、しりとりかな？トーマス、でもクーンで終わるかな？ディーネ、お、からのアザミちゃん。いいですね。かわいいよね。ミネルバと。そしてジェイムス。まあ、私あんまアザミとか知らないんだけどね。なんか忍者的なやつは後で出てきたんだもんね。ほんで、ここはなし。ここまでかな。よし。まあ、正直、ここもリベンジしたい気持ちはあるんですけどね。30回引いて、誰も引かなかったからね。ハンニバルも最終皇帝、男もソフィアもね。
あ、ほんま呼べよ、よく呼べば欲しい。誰も持ってないから。ヴァンパイアリー、セルマちゃん、エメリア。まあ、この辺ちょっとね、一回、期限が近くなるまでちょっと我慢します。とりあえず、まあ、私はビューネーが引けたんで、今日はもう、言うことなし。まあ、リズちゃんとガイシャちゃんも欲しいですけどね。はい、一旦我慢します。一旦ね。いやー、よかったです。聞いてよかった。なあ、ほんと一回で引けたのはね、神ですね。というわけで、ビューネーをね、頑張って育成したいとかなと思います。じゃあお疲れ様でした。皆さんもよかったら弾いてみてはいかがでしょうか。というわけで、さようなら。